はいそう。チャンプルーでーす。今日はですね、まあ小さな、本当小さな一歩なんですけど、車をねバックしたり前にしたりバックしたり前にしたりっていうのも今3回ぐらいやってますね。まあバックしたりっていうやつなんで、サイドブレーキを下ろしてバックギアに入れて、まあちょっとだけね車をこうモニターを見ながら、バックミラーじゃなくてバックのモニターを見ながらちょっとねバックして、でまた前にしてっていう一つの小さな目標ですね。まあそれができるように、そんなに問題ないみたいですね。バックしたりこうバックしたりバックミラーを見てまあ距離的には5メートルぐらいなんですけどね、5メートルぐらいこう前に寄せたり走らせてるっていうやつなんですけどね。まあ大丈夫そうですね。まあこんな感じでね、小さなまた小さな一歩小さな一歩っていうやつですね。まあ10分ぐらいだったら多分運転できるかもしれないですね。10分、まあ30分、まあ30分はちょっと厳しいね。まあ5分とか10分とかね、まあ、この練習を繰り返していきたいなとかって思いますね。まあかなりね、おかげさまで本当いつもねつまらない私のチャンネルを見ていただいてありがとうございます。それにね、まあ応援までしていただいたりしてありがとうございます。本当ね嬉しいです、ありがとうございます。まあ今日もね新たなチャレンジっていうことで、まあ5メートルのバックと前にやつだけなんですけど、なんかいい感じですね。あしゃい余ったよー、はい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 、ピューポポポ